今日4月7日です。だいたいまあね、朝寒すぎてね、動けない。むしろ家の中の方が寒いんだよな。天井断熱しないと、また効率が上がらないね。で、風呂入ったけど、やっぱり風呂から出るとね、くっそ寒いわけで、でこれまた改善だなって感じです。はい。で、今日は何をするかって言ったら、試しにね、買ったこの 13mm の刃かな。たまたまね、手に入るセリア、石工の人が石をきれいに砕くのに必要な石の矢、なんかな、穴に打ち込むなんか矢があるんだけど、それが 13mm で手に入ってたんで、とりあえずドリルの刃を 13mm に合わせました。まあちょっとこれ、邪魔なんでマジで。ちょっとこれからやっていこうかなって感じです。まだ庭にね、馬作るやつがいっぱいあるんよな。で、あとはこう、いい感じで畳が朽ちてきたんで、まあどっか、畳が朽ちてきたんで、朽ちた畳はちょっとどっか埋めますわ。うん、低いところに。まあそのまま朽ちてくれれば OK みたいな感じで。まあちょっとこれでどうやって穴開くのか、それやってみましょうか。はい、これはですね、庭に取り掛かったんですけども、これ終わんなかったですね。なんでかって言ったら、やっぱりセリアがまだ届かなかったんで、やっぱり岩をはつるってすごい時間かかるからやめようって決意しましたね。はっきり、よっしゃ。お、さすがだな。これ砕けることが分かったから、ちょっと地道に砕いていこうかなって思うんだけど、ここのね、一番の肝ってこれなんよ。この地面に埋まってる石はね、地面がこう、地面固まってるから、これでね、穴が広がりにくいんよ。あ、どうなることで、もっとね、19とかぶっといやつを買っておくべきだった。はぁ、まあいいか、ちょっと地道に砕いていこうか。いや、なるほどね。だからか。だからセリアって1本じゃなくて2本ないし3本ずつやるんだねっていうのが今分かりました。まあ石のなんかね、木の繊維方向があるように石のなんか割れる方向があるらしいんだけど、それ全く分からないんで、まあ、とりあえずぶっかいてぶっかいてぶっかいていきますか。2本見るときついな。早く届けないと。やっぱりセリアは多分この時点で4本か5本は持っててよかったという後悔ありますね。でそれプラスセリアとあとこのドリルももっと太い方良かったっすね。19とかなんでかって言ったら、セリアっていうものに関して説明しますけど、まあなんていうんだろう、石をきれいに割るための道具ですね。まあ、なんて言えばいいですかね。耳鼻科とかで耳を見るときに、あと耳とか鼻の穴を見るときに、そう、穴を広げる器具あるじゃないですか。あれが2つに分かれたようなやつで、それの真ん中に矢を通して広げるんですね、穴を、要は。矢を打ち込むことで。で広げることによって、石を真っ二つとかにきれいに割るんですけど、石自体も、なんだろうな、鉱物なんで、その繊維方向、木で例えれば、木の繊維方向みたいなものがあるようです。要は、その石を落としたときに割れることがあるんですけど、その割れるにも、その石のなんだろう、割れやすい方向とかっていうのがあって、それに沿って穴開けて、矢を打ち込んで割ると、綺麗にパックリ割れるんですよ。
だからそういうところを見極めない限りは、まあ、苦労するようですね。だからそれの見極めが全然できてなかったんで、セリアもすごい使いにくいなって思ってましたけど、そういうわけじゃないですね。石の繊維方向の見極めが重要ですね。はい、ですね、セリアがどうも来ないとどうもこもないんで、まさかまさかのハンマーが折れるというね、ハンマーの選手だからね、まあ、大体、クワ掘り作業だよね。なので、まあ、ちょっと趣旨を変えて、まあ、ここに単管パイプで屋根は作るんで、まあ、単管パイプのなんだろう、タープみたいな感じのは作るんで、だからまあここをちょっと石どかして、慣らすにはどうしたらいいかっていうのをちょっと見ましょうか。はい、まあ、作業を変えましたね。もう、はつりもどうもこうもならないですね。多分、あの石をはつって砕くのに1日かかりますね、石1個で。まあ、これやってらんないやっていうんで、ちょっと作業を変えました。で、本来ここは風除室があった場所ですが、で、風除室に代わる屋根ですね。ここも車止めるんでカーポートにして、で、そのカーポートのための屋根を単管で組むということのために、地面も平らというか整備しなくちゃいけないんで、それをやりましたね。はい、今日したらね、ここにあれ単管パイプな、なんだろう、あれを立てたい、足を立てたいんだ。だから、どうすかな、ここにまあ埋めて、まあ埋めちゃうか。埋めちゃうか。それが単管パイプじゃなくても廃材のあれで、廃材のね、組んだ枠組み、あれは木で組むの重いな。木で組むのが重たいから、やっぱり足場のあのジャッキで仮組みして、そこへ仮組みしたやつごとセメントで固めようか。それがいいかな。足場をちょっとフラットにしないとだから、ちょっと土を持ってこようか。だから土を掘ろうか。そんな感じで。はい、じゃあ根っこをサンダーで切りながらやりますか。まあ、一応この日はですね、やることがもうどういう順序でやったらいいかが分かんなくて、もうとりあえずその場その場で何か終わったら、じゃあこれやる、じゃあそれが終わったらこれやる、もう本当に段取りがなかったですね。で、どういうふうに段取ったらいいかすらもう分かんなかったっす。もうやることがいっぱいあるんですけど、その資材とか道具が来ないと、そのやることができない状態でした。で、まあ、今あることでできるのが、まあ、地面をほじくるっていうことですね。で、ここはもう本当に、木だけ切って切り株だけ取って埋めちゃったんですよ、去年。で、なんで今ほじくり返してるかっつったら、これ動画の左側ですね、に塀があるんですけど、これがもっとぶち壊れます。まあ、この動画のナレーションを吹き込んでる時点の今日の日付は25、4月25なんですけど、もうすでに、このブロック塀壊れてます。で、何をどうしたいかっつったら、
このスペースも駐車場にします。やっぱり秋田県車社会だし、外籠もりプレイスのシェアハウスにするのであれば、やっぱり公共交通機関はやってらんないですよ。土日祝日とかで本数減ったら1時間半とか2時間待たないと次の電車来ないんで。まあそうした場合に、まあもし外籠もりプレイスに行ってやってもいいぜっていう人がいた場合は、ここに縦列で入れてもらった方が入りやすいですね。特に乗用車とか、バンとかですね、普通の。っていう車は、まあ、入れないんですよ、基本。でもまあ、そういう人たちでも来れるように、縦列で入れる。かつ、縦列で入れば出るとき簡単なんで、そういう駐車場を、作ってる最中でございます。で、その下地として少し地面削っておかないと、地面高いんで、ブロック塀壊したら、これ一番下まで壊すんで、その時に、坑道側に土がバーッと飛んじゃうんですよ。で、それめんどくさいんで、それを下げるために一旦坑道のアスファルトですね、そこと地面のレベル、高さを合わせるために今、地面ほじくってます。で、大体何センチ高かったんだろうな、5センチかな、相当高かったっすよ。なんでかっていうと、ここで家庭菜園の、なんだろう、木ですね。柿の木もあったし、ヤマツツジ、あとはなんだろう、バラの木か。いろいろあったんですよ。だからそういうものを育てるにも、土を持ってたっぽいですね。イオンとかで売ってる花壇用の栄養のある土、あれがすっげえ盛られてましたね。だからもう本当にまあ多分5センチですね。もう5センチって言っても、その面積で5センチの土削るんで、なかなかの土の量でしたね。で、あとはその木の根っこまでは、去年か、切り株とかを取ったんですけど、まあまあ、木の根までは取ってらんなかったんで、その根っこが実はまだ生きてて、それがスコップに当たって掘れないんですよ。だからもうどうもこうもなくてめんどくさかったですね。まあ、どうもこうもないを連発してますけど、いや、ほんとどうもこうもないっすね。スコップが全然土に入らない、入らない。で、まだ埋めた庭石も出てきちゃうぐらい。なんて言うんだろう、埋めた庭石が出てきてしまうぐらい浅いんですよ。で、5センチって浅いものなんで、だからまあギリギリじゃないですか。でもまあここに車止めるんだったら、落として、ちょっと地面落としておかないとダメだし、で、あとこれ画面右側、まあ前の動画でも言いましたけど、通風口があるんですよ。で、その地面高いから、通風口よりも高い地面っていうの何が起きるかっつったら、あれなんですよ。床下に水が入るんですよ。だからもう十分、床つかの束石、束を支える束石がもう沈んでるから、まあどうもこうもないはまた言っちゃったな。だからそこをどうにかするためにもやってますね。これ重要な作業ですね。はい。で、ここがですね、去年柿の木が埋まってた場所ですね。で、今ちょうどむしり取ってるのが柿の木です。はい。ちょっとナレーション追いつかなかったですけど、まあ、今、佳境ですね。オープンするための一番重要なところに来てます。まあ、疲れた体に鞭打って、毎晩酒を飲みながら頑張ってます。こんな感じで頑張ってる。よい、バイバイ。